はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは、今回なんですけども、スマホ決済統一企画 JPQR について解説ということで、以前でも動画でお伝えした JCB が提供するスマートコードの動画でもちょっとだけお伝えしたんですけども、今回は日本の政府が推しているこの JPQR についてお伝えしていこうと思います。まあ、そもそもこの JPQR っていうのは何ぞやということで、まあ、簡単に言うと、現在たくさんある QR コード決済のバーコードを、まあ、一つにまとめましょうというものになってます。まあ、この QR コード決済がたくさんあることによって起こることとして、まあ、導入や従業員などの教育の負担がまあ増加したりであったりとか、あとは消費者側も僕たちとしてもたくさんあることで、まあ、混乱する可能性が出てくるということですね。そういった事態を回避するために、まあ、コード決済の規格の乱立したこの状況を解消または防止をして、管理するお店側であったりとか、まあ、使う僕たちですね、まあ、ユーザー側にとっても分かりやすい決済手段を提供するものとなっています。 JPQR のサービスの開始時期なんですけども、一応8月の1日からスタート予定となっています。で、現時点では折り紙ペイとメルペイと J コインペイが8月の1日からスタートします。そして10月の1日から、まあ、増税のタイミングで au ペイ、ゆうちょペイ、ヨカペイらも、まあ、使えるようになるということですね。ちなみに、まあ、ペイペイや LINE ペイや D 払いも現在では調整中となってます。なので、まあ、もしかするともう8月のタイミングで入ってきたりとか、まあ、そうじゃない場合もあるかなというふうにも言われています。まあ、一応ですね、そのシステム的な問題もあって、まあ、いろいろとその回収にかかる時間に、まあ、違いがあるということでした。で、この JPQR の効果検証ということなんですけども、まずどこでやり始めるのかということなんですが、この岩手県、長野県、和歌山県、福岡県の全域で8月の1日から来年の1月31日まで、まあ、実施されるみたいですね。まあ、なので僕もどこからのタイミングで、まあ、見かけるかもしれないので、まあ、その時はまたどこかのお店にでチェックして、まあ、ぜひですね、動画にしてみたいなと思います。ちなみに JPQR をまとめるとこんな感じになるみたいですね。まあ、確かに一つにまとまればお客さんももちろん助かると思うんですが、まあ、管理するお店側の負担が減るっていうのが本当に一番いいと思います。まあ、確かにスッキリして使いやすそうに見えますよね。まあ、ということで、今回は QR コード統一企画の JPQR についてお伝えをさせていただきました。まあ、これに関しては僕としても本当進んでいってほしいなと思ったので、まあ、今後の動きにも注目していきたいなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。